困難救助隊の初代隊長の黒田武弘と申します。困難救助隊というのは、サイトも作ってあるんですけれども、結婚したいのに、できない人がいるっていう問題をどうすればいいのかっていうのが、全体でですね、社会全体で、今一歩ですね、今二歩三歩ですね、足らないんじゃないですかっていうことを、アピールし続けるっていうことで、やり続けております。そして、ドラマ小説映画などですね、そういったものを参考にしながら感じたことをヒントにしていきたいと思いながら、その中で上で、やっぱり結婚したい人が結婚できないというこの現状社会の問題点、またはそれに付随する、女性の援助交際とか枕営業とかですね、特会引っ換え女になったりイエローキャブになったりですね、あと、男が悪いんですけども共犯です、共謀でしょうね、共謀なんでしょうけども、またあと、離婚が増大してしまっている問題などもうひっくるめてですね、こんな男女の中の崩壊状態がいいわけないじゃないかということを、考えていきたいと、で、発信していきたいと思ってやっております。それが、こんな救助隊、YouTube アップというのを続けさせていただいてます。昨日はですね、ナラタージュですね、島本理生原作ですけれども、あれがですね、2017年ですね、3年前くらい、まだ新しい、比較的新しいって言ってもいいんでしょうね、有村架純のね、松本潤ということでですね、坂口健太郎とかですね出てまして、それをちょっと思い出して、見たんですけども、今日はですね、今見終わったばかりなんですが、これだいぶですね、日本映画専門チャンネルで、もう1年以上前だったかちょっと溜め込んじゃってなんですけども、ADSL の時代が長かったんですけど、ダゾーンの関係でですね、ちょっと光にですね、光ファイバーに変えるってことで光テレビを申し込んで、録画してだいぶ早い段階に撮っといた、早くもない、早いですよね、新バブルと寝た女たちってこれ4作あるそうですけどね、その第2作ですね、第1作、3作、4作は見たことないんですけど、2作目も初めて見ましたけど、1作目は、主演が立川紀子でしたっけ、懐かしいですね、なんか、うっすら顔を、懐かしいですね、同世代くらいだったんですかね、で、2番目の新バブルと寝た女たちっていうのはですね、文字通りですね、1980年代の半ばから終わりくらいなんでしょうかね、私がやっぱり18歳から23、4歳の間ぐらいなんでしょうかね、もう崩壊、バブル崩壊って言われましたけどね、それから失われた15年とかね、失われた20年とかなんだか言われて、低迷しながらこう、っていうような話で、それまさにですね、それの題材だということで、だから ただ私がね、この映画自体はバブル崩壊してから、10年近く経った1998年の放映なんですね。これ上映したのかビデオだけ出たのかちょっと調べても分かんない、ちょっと他と比べるとですね、ちょっと情報が少ないことになってるんですが、家田翔子ですね、なんか私を抱いてそして騎士してですかね、エイズのですね、人とどう性愛をするかみたいな話だったですかね、とかいろいろそういう、あれですね、有名なのは極道の女たちですね、岩下志麻とか片瀬梨乃が出てですね、世良政則とかいろんなこの、出てましたけども、女の極道の、極道の妻たちと書いた女たちですけどね、あれの原作ってことで、その原作者家田翔子
なんか瀬戸内寂聴に似てますよね。なんか4度も結婚して外国人と結婚しても離婚した、という家田翔子だそうなんですけども、ウィキペディア久しぶりにあの名前を、思い出しましたけどね。2、30年前だいぶ活躍してましたけど、なんか高野山系の坊さんになっちゃったみたいですね。あの瀬戸内晴美寂聴は天台宗ですけどね、まあ、うちと同じ天台宗、うちはちょっと農村部なのでやっぱりあれですよ、あの神仏混交っていうね、神棚と仏壇が両方あるっていうね、そういったとこなんですけど、瀬戸内晴美寂聴がね、見事に天台宗の坊さんになってしまってですね、まあ本当に懲りないままこう終えてしまう人なのか、このままで私の方が早く死んでしまうんじゃないかっていうくらいの人ですけどもね、まあ、瀬戸内寂聴さんじゃなくて家田翔子さんですね、荘厳の荘と書いてですね、まあそういうなんかこうあるんですかね、そういうなんか仏の道に行きたくなっちゃうんですかね、まあそういう原作者家田翔子さんの、がバブルと寝た女たちで、それがドラマか映画か分かんないですけど、2時間程度のですね作品に4作、それと 2作目、まあこれはまあ、原作であって、まあ脚色は他の人たちがしたんですけどね。で監督が服部のり三つのりのり分かんないです、服部監督っていう監督はすごいですね、丹波哲郎さんの大霊界も監督してた人らしいですね。丹波さんね、本当丹波哲郎さん本当霊はいるんだみたいな感じで、こう死んだらあの霊界から通信してやるんだっていうのを、言ってたような気がするんですけどね、まだ通信がやってこないですね、どっかね、なんか9チャンネルとかね、17チャンネルとかわけわかんないとテレビの間から出てくれればいいですけどね、丹波さんね、哲郎さん懐かしいですね、で今日の先見終えたばかりですけど、こうやって喋ってるうちに忘れちゃうんでしょうけど、主役がですね、これ小松美雪ですね。今調べたら49歳なんですね。4つ下だったんですね、私よりね。すっぱだかになっちゃってこうグラビアアイドルする人ですね。ヌードアイドル、ヌードルとかいう言葉ありましたっけ、ハングリーって感じですね。ハングリッツのね、やっぱり日本が生んだね、満腹の連ドラでもですね、安藤桃福ですね、カップヌードル、もう日本が生んだすごい発明ですね、まあチキンラーメンですけどね、最初はね、そういうなんかこうインスタントラーメンっていうね、ラーメン大好き小池さんを思い出したりしますけどね、何を言ってたんでしょうね、小松美雪。だから映画でもですね、まあ奈良大樹でもですね、有馬架純がまあこうまあ白いブラジャーとパンツまで見せてですね、それでこうキスシーンのちょっとぶつ打つのがあったくらいのでも、やってましたけども、小松美雪の場合はですね、これは2人の男性、1人はですね、1人ちょっと分かんないですけど、1人はあの峯岸徹ですね。峯岸徹って言えばもうなんかね、亡くなっちゃったのもびっくりしましたけどね、60ぐらいで死んじゃってたんですね。あの人はね、頑丈そうだったんですけどね、なんかすごいこうトライアスロンやってたみたいですね、最後ね。その前にはね、ちょっと黒い噂ではないんですけど、なんですかね、これも同い年くらいのね、菊池桃子と同期だったんですね、例のね、フォーカス新潮さんね、これも拝観しちゃいましたけど、何でしたっけ、岡田由紀子ですね、自殺しちゃったんですけど、それのなんか、思いを寄せてた俳優が峯岸徹だったんじゃないかとかいうね、噂が出て一躍時の人になって、ところが実は神田正輝が松田聖子と結婚、しながらもこう愛人のように扱ったので云々かんぬんとかいう噂ですけどね、これは本当かどうかわからないっていうね、
そんなのでこう飛び降りちゃったんですね、岡田幸子、これ残念だったですね。うん、松田聖子がね、あの作詞した唇ネットワークとかね、売れてて、菊池桃子と双璧をなすかと思ったんですけどね。ザ・ベスト10の時にやっぱり死ぬ直前の頃に本当に顔が能面のようだったんですよ。だから本当になんか、なんかね、変だなとは思ってたんですよね。なんか見た限り変だなと思ってたら飛び降りてたんですね、岡田幸子ね。だいぶそれから何年かね、こうタブー視されてきましたけどね。最近たまにこうなんか言われたりして、非常に真面目な人だったみたいですけども、そういうのもね、やっぱりこう芸能界に限らず、援助交際するような女もいるのに、でのさばってる人もいるっていうのにね、過去のことを隠しながらね、なんでこう違うのかなって思っちゃいますけどね。まあでもそういう人がいながらもちゃんとこう人類はまあ続いてきてるんですもんね。難しいっすよね、でもね。でそのこの非常にナラタージュとやっぱり今日の新バブルと出た女たちって似てるような気がしたんですよね。2017年の作品と1998年の作品でも、まあ、根源的にはこう似たような面が引きずってるのかなっていうようなことで、ただその社会状況から見るとナラタージュの方がちょっと危険度が高いっていうか、そんなになんでなんだよって感じはありますね。ただこの困難救助隊っていうのは、結婚したいのにできない人がいるのはどうしてなんだってこう訴えてるわけですから、本当にふざけた人間たちなわけですよ、このどっちの作品もね。真面目なようでね、だいたいですね、一人の男にはこう奥さんがいて事情で別居したり、こう不倫ですよね、愛人を作っちゃったりするんですけど、まあ、その主役がですね、有村架純の方も小松美由紀の方も、まあ、小松美由紀っていうのは美乳って言われてですね、こうさらけ出してましたけどね、映像でもですね。で、他の女優もですね、ちょっとすごいですよ。ナラタージュにはできなかった、ケツ舐められたりするようなですね、こう前からまた開いての覗き込まれたりですね、やっぱりちょっとそういう面から言うと、なんかこうナラタージュっていうのはなんか中途半端だったら、そんなになんでこうラブシーンを、肉体的性愛シーンを、描かなきゃなんないのかなっていうところがですね、まあ映画の限界なんでしょうね。アダルトビデオなんてのもあるんですからね。それで日本国はですね、まあ、年季ばかり長かった A 総理ですか、元前 A 総理ですか、あの人なんかはもう分かんないでしょうけど、まあ残念ながら今回の S 総理もね、その面に関してはダメで、ずっとダメなんでしょうけど、実際あるってことは、まあこの何ですか、こう容認されちゃってるんですもんね。なければないんですけどね。だからネット見てたら、なんかね、あの断食片岡鶴ちゃんがね、鶴太郎がなんだか、あのアダルトビデオの創世記の何ですか、村西という監督でしたっけ、あの人と一緒にイベントやったとかが書いてあってですね、何を考えたか分かんないですね。鶴太郎さんもですね、鶴太郎さんとか言ってね、真っ黒に塗って鶴太郎さんって言ったのは大事だっけ、あのこの頃出ないですかね、大事だっけね、なんか細い感じ、忘れちゃったっすね、鶴太郎さんですね、鶴太郎さん、まあなんで巻き舌になるしかわかんないですけど、なんで私自身もなんか薄汚くなってきますよね、どんどん、まあ、しょうがないんですけど、どうしてでしょうね、この社会がね。ただ社会はね、ちょっと脱炭素化っつってね、これもういかんせんこう、地球高温暖化になったらこう絶滅しちゃうんじゃないかという危機感から、ちょっと炭素排出をこうゼロに近づけ、ゼロにしようとかいう世界の動きが見えてきましたけどね。自動車も電気自動車とか、水素自動車とかね、言われてきましたからね。でそういう男女問題もきれいな社会になっていけばいいんですけどね。そうすれば結婚難の人も実はね、なぜ結婚難があるとかっていうと、お金の問題
も言われますけど、生活費とか、実はこう男女の仲が乱れてるから、結婚難になっちゃったんですね。それしかないですよ。そんでなければなんで昔は貧乏人の子だくさんなんてあったのかっていう説明がつきませんもんね。昔はみんな貧しかったけども、子供がいっぱい生まれてた。それをやっぱりお金のためだけで、ね、そういう偽善的な解釈をしてしまう、そこに注目してしまうだけだっていうのがですね、非常にやっぱり、スケベ日本のね、スケベ野郎とスケベ女の、まあっつうんですけど、本当はね、女のことはね、田舎じゃね、そういうスケベ野郎たちのね、言い草ですよね、お金って。でも新バブルに寝た女たち、新バブルと寝た女たちもね、やっぱり証券会社が最初、小松みゆきがこう働いてるわけです。これで小松みゆきすごいのは、ウィキペディアで見たら今49歳なんですけど、この9月に妊娠を発表したっていうんですから、49歳で妊娠したんですよ。まあ2009年くらいに結婚されてるみたいですね。で、前にお子さんいるのかどうか書いてなかったんですけど、まあなかなかね、初産としたらものすごいことだし、まあ何人か産んでる人っていうのは、まあ50近くになってもね、こうそういう、なんていうんですか、こう閉経してるっていうんですか、なんていうんですか、こうストップされてて、卵が溜まってるんですかね、よくわかんないですけど、初産のがなかなか高齢出産って難しいみたいですけど、49歳でね、でも2020年で2009年だから夫婦生活は11年くらいだったね。で、じゃあやっぱり不妊治療とかしたのかとかわかんないですけど、49歳で妊娠してるっつったら本当に大したもんですね。そういう意味ではね、まあ人間的にはこうね、やっぱり美乳って言われて、まあ、目の保養には多くの人をさせたでしょうけど、 おっぱい出してね、もうケツも出してこうやってたんですけどね、でも49歳でね、出産してるっていうのは大したもんで、本当に、やっぱり年取ってもね、結婚できなかった男の人たちもまだ子供だって諦めなくていいぞっていうようなエールをね、送ってくれというような感じもしましたね。全くそういう副産物が多く出るんでね、こう調べてるとね、インターネット時代じゃないと分かんないことでありますよね。知ってる人は知ってるんでしょうね。まあそんなこんなで、まあ、最初ね、やっぱりアンダー R15 っていうんですか、14歳以下は見ちゃダメよみたいな話なんですかね、よく分かんないですけど、親と一緒に説明がいるっていうやつか、見ちゃダメなのか分かんないですけど、とにかくそれになってたし、どうしようかなと思ったんですけどね、もっと爽やかなの見ようかなとか思ったんですけど、まあ分からないので見ちゃいましたけどね。でやっぱりバブル期っていうのはね、すごい土地の値段がむちゃくちゃ上がったり、大金持ちはもう本当に何十万っていう札束を抱えながらこう女にこうビシャビシャ渡すわけですよ。そういう本当に狂った時代があったそうなんですね。もう私は経験してないんで分かんないんですけどね、はためだったんでね、はためでも分かんなかったですね、羽振りがいい時代っていう、土地バブル神話とかですね、ずっとこう高騰していくんですね、物の値段がね、インフレとは違うんですよね、金がじゃんじゃん入ってきちゃうんですね、そういう時代があってね。でバブル崩壊ってことで、一気にこの土地の値段とかいろんな値段が下がって、借金借りてた人は莫大な借金がね、奥の借金とかが残っちゃって、まあその映画でも証券マンが責任取って飛び降りてね、なんか飛び降りる話ばかりしてますけど、なんか歩道橋が飛び降りちゃってね、とか、もう喧嘩沙汰になっちゃったりね。で峯岸徹も金持ち社長でね、でその証券会社の別の上司からこう小松みゆきがね、他の証券会社の女がね、やっぱり、カード破産ですよ、あの クレジットカードいっぱい持っちゃって、こういろんなもの買っちゃってローンでね、それでこう バブル崩壊じゃないですけども、日もたちもいかなくなっちゃって、で連帯保証人に頼んだんです、小松みゆきを。そしたらハンコ渡しちゃってね、押しちゃったら、もう本当にこれ小松みゆきの役の人もバカでしたけど、そんなの分かんないですよね、まあ、連帯保証人にしたって本当に、ね、なんかいい車で引っ越しの連帯保証人になってとか言って嘘ついたみたいで、そのね、友達じゃないな、同僚の女もね、それでこう大変なことになっちゃうんですけど、ところがこう
そんな話で上司が証券会社の、小松みゆきをこう夜空いてるかっつって、で私はその上司があのこうなんかたぶらかすのかと思ったら違ってて、こうすごいなんていうかクラブっていうんですかバーですか、女性がねこう3人もいてこうやって、あの高いなんか1杯70万とか言ってたすごい酒をですね本当水商売ですけども、なんだか そこにこう来てるわけですよ峯岸徹の社長が。それであのこう気に入ったってことで、愛人になっちゃうわけですね。の怪我のコードとかあげちゃったりね、ポーンともう超お金持ちでね、それで、そしたらこう若いねあの学校高校時代の後輩と、ビデオで会って、ビデオの店員やってたんですけど、何してんのよとか言ってて、で付き合っちゃうんですね。でまあ愛人ですからね、っていうのがおかしいんですよね。まあ愛人っていうところでおかしいですからね。でこう二股のようななんだか分かんない女になっちゃって、で真面目な人なんですけどね性格はね、そこがおっぺけぺなんですけど、そんでその男に映画監督になりたいからって言ったら軍資金としてその峯岸徹のねやった社長からこう借りて株売買でこうその後に飛び降りて死んでしまう男からねこう株こう運用してもらってですね100万作ってこう渡したらいいですよとか言っててやってたんですけど、で、そしたらこう峯岸があの探偵雇ってて怒っちゃってですね、こう写真をばらまいてこうこんな当てんのかとか言ってですね、まあ、愛人なのにですね自分だってこう同じじゃねえかみたいなね、そういうふうに永田寺もそうでしたけど、婚外性行為愛人ですよね、まさに不倫とかねそういうのは本当にいけないダメなことなのにやってる、そんだからやっぱり結婚したのにできない人だっているっちゅうのに、なんでお前らこの二股三股とか言いますけどね、なんか芸人でなんだかそれこそ神社のね後継ぎだった男なんつ言いましたっけあれ忘れちゃったんですけど、なんだっけな、なんとか言いましたねあれ八股とか言ってね、そしたらその女もなんだか、なんか人気出そうとかしちゃってね便乗して、本当すぐ汚い世界ですけど、だからね白い粉とか死んじゃう人が出ちゃう世界なのかもしれない、まあ芸能界に限らないんでしょうけどね、日本全部そうなんでしょうね、でも私も身が危ないんでねこんなこと言ったら危ないんですけども、まあ、なんかそういう感じで、で結局でも最後にでもすごいシーンもありましたね、こうなんか何百枚何千枚ぐらいあるようなあのと札束をこう配あのバラバラにしてあの小松みゆきの女体のですねスパダカの上にこうやって重ねてね布団札布団ですねこれね、いやいやいや驚きましたね、あれでこう眺めててニヤニヤしてる峯岸徹の凄さですね、すごい絵でしたけどね、まあところが、一気にそのバブル崩壊あのして転落していくわけですよ峯岸が。そしたらでも最後には2年間だったんですね、夢見せしてくれてありがとうっつって2人ともこうでもこうね、性行為までしたのに最後は 手をねこう重なるぐらいのね感じでこう別れるわけですね、だから悪い人じゃなかったんですけどね、だけど電話かけたらあのその奥さんの方に社長乗っ取られちゃうわけですね、まあね愛人作っちゃってたぐらいですからね、それでこうあれですよあの自動販売機のこうお釣りのところをこうやって、探って、ほんで あったって言ってこうとこう当時の公衆電話にね声かけてこう、っていうような人になっちゃって峯岸さんね徹さんの、だこうやってこうですね、それでやっぱりこうそしたらこう、小松みゆきのねこうその映画監督を目指してたけれどもこう、っていう男とこう同棲しちゃったんですけど、その男がなぜか手のひらを返すようにこう、このかか金がなんだお前愛人だったくせにとか言って、すごいなんか何が原因か分かんないですけど、そこの描写をもうちょっとよくしてほしい映画でしたけどなっちゃって、そんである時その別の女とこう寝て、やっぱり性行為ですねセックスですよ性行為ね、こう婚外性行為ですね、結婚もしてないのにっていうね、だからもうレベルが同じっていう
の見て見て怒っちゃって出てくんですけど、うん、だそういうね、結婚もしないでこう遊ぶ男と女っていうのもね、敵ですね。結婚したいのに結婚できない人がいるっていうのに、そういう性行為をね、快楽と遊びとこう、なんですか、なんだろう、なんていうんですかね、大敗、大楽、大敗的にね、使ってしまうような、本当にね、まだ峯岸徹の方がいい男だったんですね、その映画でもね、まあ、ところがですね、それで女の武器を使ってですね、こう、なんですか、ファッションヘルスっていうね、風俗店、女がこう、性のサービスをするところに入っちゃうんですね、その小松みゆきがですね。そしたらこう銀座のバーでね、こう1本70万とか言ってすごい高級クラブホステスやってた女の人がね、こう先輩にいて、同じ穴の無地だねみたいなね、まあ同じ穴持ってるねみたいなね、ことをやっちゃうわけですよ。ところがやけになんかね、お金が入ってくるし、そこがちょっと困っちゃうんですけど、風俗店をこう美化っていうわけじゃないですけど、明るく見せちゃってね、こうあの借金も返せるわとか言っちゃってね、2人でこう仲良くなっちゃってね、この、女2人でね。で1998年映画なんですけど、1999年という設定してましたから、当時は1年後にしたんでしょうけど、で CC ガールズの原田紀子ですね、これセイント4とかね、4人組とか、少女隊とかね、3人組とか、ちょっとあの当時流行ったと思うんですけど、で脱いだ人が多かったですよね。で原田紀子も どうだったか忘れましたけど、でも結婚ちゃんとしてんですね、ウィキペディアで見たらね。でやっぱりこうなんかこうなんですかね、その割り切ってるっていうのがそういう人たちなんでしょうかね、わかんないですけどね。ただ男に脱がされてるってのもありますからね、ここ 2,3 年そういうのありましたね。コロナ前、コロナでちょっと息しとめちゃいましたけど、なんか男の暴力ね、なんだかんだとかありましたよね。こう強制されてね、性行為に及ばされてとかね、まあでもね、どこまでがっていうね、女も嘘つきがいますからね、だから杉田水脈議員が女嘘つくからっていうのはある程度真実なんですけどね。それでその真実を隠そうとして怒っちゃうっていうね、労働主義女たちっていうんですか、なんかサウスポーな人たちですか、違うサウス巻きじゃなくて、なんかね、本当信用できないですね。右を向いても左を見ても信用できないという、まあ、信用できないからバブルが、証券会社もね、信用されなくなってしまったっていう感じのですね。で最後はそうやって2人で共同経営してて、1999年ですね、あのファッションヘルスを、こう経営してたら、これ陰売でしょうけど、この18歳くらいの女子高生が入ってきて、小遣い欲しさにね、10万とか20万欲しさに1回4万だから5回すればとか言って、こう面接して入れてあげちゃって、肩を切って歩っていくっていうすごい恐ろしいドラマでした。まあ、ナラタージュなんかもですね、学校の教師がですね、奥さんと離婚しないでね、別居しながらも、こうそれであの女子高生だった有村架純が平気でこう女子大生になって、こう一人や二人とセックスしてしまうというですね、同じ構造ですね。だからこの女がですね、この低層感がなくなってしまった、女の見さんがなくなってしまったってところに、この結婚してもできない人ができてしまったっていう一つの原因があるわけです。これはお金っていう面に女がこうなってしまったっていう面もありますよね。だから男女平等っていうのは、女が男みたいにあのスケベと金にまみれたいで、やることないから仕事がしたいって、そういうことなんですね。まあ、私の言ってることの方が本当です。あとは偽善です。だからこそ、純粋に一人の異性を思いやり、親子としてなり、死んだら悲しみ、不倫なんかしないような男女になるべきなんです。まあこう言っても分かんない人ばかりでしょうからね。日本人はバカですから。